まあ、サントコード気軽にやりますね。で、あとは薬は、あの、なんだっけ、テトラサイクリン系の毒死サイクリンと、それから、乳機能系の薬を出しておきます。で、1日2回の方の薬には、胃腸の機能を高める薬とかね、ビタミン剤とか、乳酸菌製剤とか入れておきますからね。量多いですよ、これ。あの、リンちゃんに比べると。あ、そうですね。あのリンの時みたいにお注射とかはないですか？お注射します？なんかあの日何が良かったのか、まあ、トータルで一気に良くなったので、じゃあいいです。別に食欲あるんでしょ。だけどは、あの、多分病気になっても食欲はある子なんで、この子は。まあ吸入とレーザーだけで、あとの耳水で、あ、分かりました。なると思うから、あの子はさ、貧血もしたしさ、ね、血液循環よくしてあげないといけないなと思ったんでね。で、あとこのグリグリが戦ってるわけですよ、で、治そうとして、でそれよりも症状の方が勝っちゃってるわけですね。ココちゃん、ちょっと聞いてね。